AI と話してみたら意外と面白かったところでゆきは動画編集の仕事は順調うーん順調だねよかったそれは何か楽しい仕事そうだねなんか編集終わって満足してそれを皆さんが好きになってくれたらもう最高に嬉しいんですねそれはやりがいがあって楽しそうだね そう。でもたまにやりがいがない時もあるんけどな。その時はめっちゃ落ち込むけど、でも次頑張ろうっていう気持ちもとなるかな。そうか。動画編集の仕事は大変だけど、やりがいがあるよね。うん、そうね。そうだね。私も動画編集の仕事について詳しく知りたいな。そう、あんまり難しくはないんですけどな。私が動画編集と言っても、 そんな他の人みたいにかっこいい編集とかじゃないから。どんな編集をしているのうーん、なんかまず録音して、いらないところカットして、あの、BGM とかつけて、その、文字のアニメーションとか入れて、字幕をつけるって感じですよ。 それは結構大変だね。うん、やることは多いね。でもやりがいあるし、でもそれが楽しいと思えるのはすごいことだと思うよ。うん、ありがとう。ええとね、動画編集の仕事をしている人はみんなそう思ってるんじゃないかな。何を思ってるのやりがいを感じているとか、動画編集の仕事が好きとか。ああ、なるほどね。うん。 動画編集の仕事をしている人は自分の作った動画を見て喜んでくれる人がいるのが嬉しいって言ってたよそうそうそうだってもうなんか時間たくさんあげて見てくれる人がいないとさすがに悲しいじゃんそうだね私も動画編集の仕事をしてみたいなと思ったようんぜひぜひやってみてほしいなうんうんでも動画編集の仕事をするにはどうしたらいいんだろう あまず、アプリでいろんな、うーん、チュートリーを見て、試してみたらいいと思うよ。そっかそっか、アプリで動画編集の仕事を募集しているのを見たことないけど、どうやって見つけるのああ、ま、仕事じゃなくて、ま、自分の動画だから、ま、チャンネル作って編集して載せたらいいんじゃないそうか、自分のチャンネルを作って、 そこに動画を投稿するのか。そう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 。それで人気が出たら仕事につながるかもね。そうだよ。私もチャンネル作ってみようかな。え、チャンネル作ったらどんな名前つけるのメゼチャンネルとかどうかな。<laughs> いいじゃん。私もユキチャンネルだよ、しないに。ユキチャンネルいいね。んどんな動画を投稿するのあ、主にポッドキャストと、 歌ってみた動画ですね。面白そう、歌ってみた動画楽しみにしてるね。いや、載せましたよ。チャンネル登録しちゃうかも。いや、してくれたら嬉しいな。ゆきチャンネルの登録者数、今何人くらいなの。今は一万四千八百ぐらいです。すごい、人気チャンネルだね。いや、そんな、まだまだっすよ。 そうなんだ。でも人気チャンネルになる可能性は十分あるよ。ああ、それなら嬉しいな。今年の目標はね、5万登録者なんだよ。おおそれはかなり高い目標だね。うん、目標だから高く目指さないとね。そうだね。ゆきちゃんの動画なら5万人も夢じゃないと思うよ。<laughs> よく言うね。 でも、本当にそう思ってるよ。うわあ、嬉しいな。